伊東洋華道直江津店閉店前のエルマールエルマールは新潟県上越市に本社を置く株式会社マ丸スシ c 開発が運営する直江津ショッピングセンターの愛称及び同ショッピングセンターの専門店街。店名のエルマールの由来は公募で900店近くの中から選定されたものでスペイン語で海という意味である。ショッピングセンター全体を海とし、 テナントは明るく青い海に浮かぶ安らぎの島という設定で港町の直江津にちなんだものとして命名された。直江津駅前から西へ伸びる岩木通りの商店街と上越大通りが交差する地点に立地するショッピングセンターである。関川河川改修事業により立ち退きを余儀なくされていた直江津中央商店街が地元主導型のショッピングセンターを計画したことに 始まり、1986年6月に、着工、1987年6月11日、首木自動車の所有地に株式会社、ナオエツ商業開発の運営のもとで、ナオエツショッピングセンターが開業。伊藤洋華堂ナオエツ店が、各テナントとして中央部を占め、ナオエツ中央商店街から移転した、専門店を中心とする65店で構成された、エルマールが、 出入り口近くに配置される形態であった。開業時点での店舗面積は、伊東洋華堂6000平方メートル、専門店3784平方メートル、共有部2893平方メートル。長らく各テナントとなっていた、伊東洋華堂であるが、2019年5月12日に撤退。以後は、暫定的に専門店街のみの営業となっていたが、同年十月に、 食品スーパー、ピアレマートがオープンした。2020年7月20日に、同ショッピングセンターの2階部分のほとんどを占有する形で、良品計画が展開する生活雑貨、無印良品の無印良品なおえつがオープンした。無印良品の売り場面積としては、世界最大級であり、出店にあたっては、上越市や区木自動車と地域活性化に関する包括連携協定が、 結ばれた。また、無印良品、ナオエツのうちにスターバックスコーヒーやカルディコーヒーファーム、クゼフク商店が入居したほか、あるるん畑と連携して、地元農産物を販売する、ナオエツ良品市場、定食などを提供する、なおエツ良品食堂、無料の休憩、自習スペースとして利用できる、コミュニティスペースなどが設けられた。20日のオープン当日には、 生協のため臨時駐車場が開設された。同年8月からは、くびき自動車と、良品計画の共同事業として、移動販売バス、無実号が運行を開始した。なおの朝市、3.8の市開催日に運行され、同朝市に出店した後、平成の大合併により編入された、九町村部13区をめぐる。なお、 朝市への出店をはじめとした地域活性化の取り組みが評価を受け、無印良品なおへつは2020年度地域コミュニティ作りカテゴリーにおけるグッドデザイン賞を受賞している。また短期売上実績は全国2位となった。2021年7月には無印良品の施設内にクオールホールディングスと協業した新エリア、町の保健室が全国で初めてオープンした。 現在の店舗については外部リンクの公式ウェブサイトを参照。併設されたナオエショッピングセンター前バスターミナル。ありがとうございます。